めんなさい。私が蔵になんか入ったりしたから。いいんだよ、そんなことより具合はどうだい。なんで昨夜おばちゃんがいるの？ケイ、今まさかあんた、え、私のことおばちゃんって言ったかい？ユメイのことお姉ちゃんって言ったかい？だってお姉ちゃんはお姉、あれ、なんでユメイお姉ちゃんは、あれ、私どうしてこんな、夢、ケイがまずいよ。あんたのことお姉ちゃんって思い出してるよ。ええ、そうですね。そうですねって夢、あんたなんとかできないのかい？ケイちゃんは思い出したがっていましたから、この家にとどまればいずれは、と思っていました。そして私も、心のどこかでは、ケイちゃんが辛い思いをすると分かっていながら、思い出してほしいと、そう思っていました。ユメ、あんた、眠ってもらいましょう。眠りの中で今日の出来事を整理してもらいましょう。夢として再び封じるか、記憶として受け入れるか、すべては、ケイちゃん次第だから。私、蔵の中で、私が
のぞみちゃんとみかげちゃんを蔵の中から出しちゃったんだ。私のせいでお姉ちゃんが。誰？スズラちゃんじゃないの？ああ、もしかして夢お姉ちゃんか朔也さんに様子を見てきてって頼まれた？
あの鏡、まさか。やめるんだ。おとなしく切られてやると言っているのに邪魔をして、端から握りつぶすつもりならどんな約束でもできるものだよ。そんな空約束が信じられるはずあるまい。この分からずや、アキラさんはそんなに疑り深くなかったぞ。そう、だからこその今がある。慈しみを持つ鬼よ、結界の代わりに私がここで立ちはだかる。ニエの血目当てに出てきたことを食いながら滅びていくがいい。違う、僕はケイを狙ってここに来たんじゃなくて、ケイを狙っているのは僕じゃなくて、しまった。もらったわよ。慈しみを持たぬ者を阻む結界ならば、越えた後に形になればいいだけのこと。どんなに固く結んだ結界でも、内からならばたやすくほころびるもの。あなたの血をもらいに来たわ。今度こそ主様を自由にしてもらうわ。
うろちょろしないで、目障りだから。私は獣の血を飲む趣味はなくてよ。おとなしくしていてもらえるかしら。それではいただきましょう。させないわ。姉ちゃんから離れなさい。そうね。